さあさあ、皆さん、こんにちは。今夜もですね、殺戮の天使のエピソード2、続きからやっていきたいと思います。スタートします。昨日やった時は、ガスマスクのこの、そうだね。おい、俺がこれつけんのか。このガスマスク、コードがついていて、ここから動かせないから。部屋を調べる人は使えないから、今はザックが使っていて。わかったけどよ。それでてめえが死んだらどうすんだ。さあじゃねえだろ。お前が死んだら俺は出られねえんだ。考えろよ。じゃあ、ある程度したら調べるのを交代してもらう。それでもいい？仕方ねえな。勝手にしないよりはマシだ。このガスマスクをつけている状態のザックと交代して、この手の届かないところをに関しての作業をしてもらおうと思ってやったんだけど、ザックはね、ハサミを手に入れた。こんなのあったっけ？ハサミで切れそうなものはあったっけ？ハサミで切れそうなもの、あと棚の上に何かあるけど、手が届かない。なんでイベント始まってるんだろう。話しかけてみようか。早くしろよ。マスクつけてんのうざってんだ。喋りくせえし、なんか埃くせえし。だからあんまり話しかけんな。いや、上の方にあるものを取ってほしいんですけど。あ、なんだよ。取ってくれるかな、これで。そのマスク、ちゃんと息ができる？いちいちうっせえな。見りゃわかんだろ。息してなきゃそりゃ死んでんだ。これ昨日も見たな。上にあるものを取ってもらいたいんだよね。つうか、このマスクくせえ。喋ると鼻につくんだよ、上。この辺まで見ましたね。中では吐かないで。この辺は昨日見たやつとそのまんまだね。んで、これ周りを調べるってやったっけ、昨日は。やらなかったような気がするな。指先のところに床、指先っぽいところの床にメッセージが書いてある。何でしょう？ん？指先？これが暗号になってるのかな？見たところ、これは、なるほど。何かの行き順。左、下、右、下、右、下。左、下、右、下、右、下。ここから左下みたいな感じなんじゃないのかな。どこから左下なんだろう。この順に歩いていったところで何かハサミを使うんじゃないかなって思うんだけど、どこからスタートするんだろう。この指先からだかな。そうだ、多分指先からだ。この指先にポジションを取って、ちょっと待って待って。違う。動かせないよね。ここからかな？左下。ちょっと、これ、早い動かすのが。もう一回見ます、メッセージ。左下、右下、右下。こっから？左下。うわ、すごい、早い。もう一回。違う。わかった。すごくわかった。左下、右下、右下。OKOKOK。一マス動かすのがすごく大変なんだよね。左下、右下、右下。ここかな。それともこれをその順に動かすとか。どうだろうな。歩数じゃないのかな、じゃあ。この鍵穴に何か仕掛けがある。左下、右下。頭を使え。頭を使うんだよ。そのための頭だろう。何のためにお前の頭ついてる？頭を使うため、左下、右下、右下。ここ？何もないよ。ここでハサミを使うのかな？ちょっとハサミ使ってみようか。少し錆びついた小さなハサミ。特にない。やっぱり、ハサミで切れそうなものから探すのが得策だったりするのかな。あ、コードを切るんじゃないの、これ、マスクの。そうだよね、多分。きっとそうだよ。だけど、操作がおぼつかなくて。ここかな？違う、待ってね、待ってね。ごめんなさいね。ちょ。マスクのコードをこれで切りたいんだよね。ちょっと待ってくれよ。この操作がすごくしにくいんだよ。
ハサミでコード切ると思ったんだけどな。何を切るんだろう。これはハサミで切れるかな。ザックのこのガスマスクのコードを切ると思ったんだけど違うのかな、やっぱり。あー、まあただ落ちちゃったなんか知らないけど。ちょっとごめんなさい。もう一回録画し直しますね。はい、帰ってきました。やっぱりさ、棚の上に何かあるけど手が届かないなとか、ザックの力を借りて何かすると思うんだけど、ザックを動かせないんだよね。ザックを動かせないから、私はハサミを使ってガスマスクを繋いでるコードを切り落とすんじゃないかと思うんだけど、違うのかな？だってハサミで切りそうなものは特にないなとかって言われてるありさまだしね。ザックのその後ろの方に回っていきたいんだけど、回ることもできないからな。どうすんだろうな。タイムリミットもあるっていうのに困ったもんだな。っていう割には結構時間に余裕があるそうな感じだけど、何か切るものはあるかな。うーん、何を切りたいんだろう。私はなんか切れるものが、うわー、わかんないな。本当に難しいぞこれ。今回のは難しいよ。ダメだな。死んでやるまでカットかな。 5 weeks later。わかった、これか。皆さん、わかったわかった。このマットレスハサミで切ってみよう。マットレスをハサミで切るの。マットレスから鍵が出てきた。なんで鍵を手に入れた。で、この鍵は何だろう。やっと進んだと思ったけど、なんかさっぱりしないな。ここなんじゃないのかな。鍵穴がないか。じゃあこっちの金庫。違う違う、こっちを指してるんだよ私は。針金を手に入れた。何かに使えるかな。少し苦しい。それに行き詰まってきた。少しだけ彼に探索をお願いしても大丈夫かな。彼ってザックのことだね。行こうか、ザックのところに。交代しよう。ザック。あ、なんだよ。調べたけど、私じゃ手の届かないところや、力が足りないところがあった。おお、それで。おい、言わなきゃわかんねえんだよ。何度も同じこと言わすな。6月で少し苦しいし、探索は変わってほしい。ああ、早く言えよ。ただですら時間がねえのに、お前が死んだら出れなくなるだろうが。うん。やっと交代か。じゃあ、てめえが調べられなかったところを調べればいいんだな。うん。わってよ。てめえはせいぜい息してろ。ここだよね、まず。手が高くて届かなかったところだから、ここだと思います。お、あいつが言ってたのは、この棚の上のやつか。何を手に入れたんだろうね。皮下希望を手に入れた。皮下希望ってなんだ？皮下希望？これは？死体か、これ。動かそうか。オロチマル。じゃねえや、このハマルが出ちゃった。ああ、何にもねえな。しかも足が取れちまった。ああ、違うな。取れたんじゃねえ。元からちぎれてやがったんだな。しゃあねえ。あいつにはこの足でも持ってくか。足を手に入れた。いきなり残酷なものを手に入れたね。これでもう完了なんじゃないかな。交代しようか。ガスマスクレイちゃん謁見しようか。おい。おい、返事しろ。何？すぐ返事しろよ。てめえは見てるだけじゃ生きてるかわかんねえんだよ。生きてる。じゃあボディタッチすればいいんじゃないかな、グフフ。ん？これだけ？おい、俺はどうすりゃいい？ああ、それはやったやった。私じゃ届かないところをやった。あともうちょっとなんかやることがあるのかな。周りを調べてみようか。ったく。死んでる人間を観察する気持ち悪い趣味はねえのによ。あ、でもなんか書いてあんのか。同じだね、レイちゃんと見たときと。そりゃそうか。ん？意味わかんねえ。死ぬ気でヒント残すんだったらもっとちゃんとヒント残すよ。それはそうだね。でもまあ死ぬ際だったから許してあげて。これでその名探偵の商業がね、より高く評価されるから。お？
上になんかあんな。ん？そこに乗れたんだね。ちっ、届かねえ。クソが。届きませんでしたと。あとはどこだろう？力仕事が必要なところとか。ここは？ここの亀裂とか、ザックだったらいけるんじゃないのかな？いけないか。あとは何かあったかな？マットレスがあったところはどう？あ、違うか。こっちじゃなくて、ん？届かないんだよね。交代したいところだけど、多分交代するときは交代してっていう風にザックが自ら言うと思うんだよね。さっきの流れ的な感じで見ると。重いものあったっけ他に。何か重いものが。ああ、なんか取ってなかったんだっけ私。重しを手に入れた。ああ。袋の中には鉄の塊しか入ってねえぞ。この重し、天秤じゃないですか、皆さん。天秤が置かれている。天秤にこの重りをやるんじゃないのかな？違うのかな？なんだこれ、重いだけで邪魔だな。重りかー。あとはどうするんだろうね。この重りを利用した何かギミックがあればいいんだけど、レイちゃんのところにまた戻ってみるっていうのはどう？もう調べ尽くしたんだけどな、だいぶ。うん、重いもの、まだあるかな。ここは？ここも全部取ったのかな、私は。ちょっと、荷物確認しようか。荷物は？皮下規模。先端が細く曲がっている鉄の棒。いくつかの重しが入った袋。腐りかけている足。曲がりそうな細い針金、ハサミ、これを駆使してどうしろかっていうことか。また止まったね。なんで止まるの、録画。はい、戻ってきました。これでどうにかしろってことなんだけどね。いまいちわからんよね。これ記録できるかな。記録はできないね。なんとかしろってことか。このあるものだけで終わらせる必要があるね、記録するためには。重しがある、ハサミがある。ハサミで切れるんじゃねえかとかって言い出すんじゃないのかな、このコード。小せえ刃だな。切れんのか、これ。またこのハマル出ちゃったね。切れんのか、これ、じゃなくてさ。他にやることがなんだろうな。あると思うんだけど。なんか書いてんな。なんか書いてんな。それだけかい。それだけか。お、これ動かせるんじゃない？ザックの力だったら。動かせないか。動かせるもの他にあるかな？ないよね。ないよね。なあ、これはこじ開けられる。ザックの力なら。お、お、すごいすごいすごい。連打だね。開かねえ。こうなりゃ何度もぶっ倒して壊した方が早い。そうだ、行け。壊せ。壊せ。うお、やっぱ行けそうだな。行け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 。おぉ、違う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 。なんでいきなりそっち行っちゃったかな。ああ、な、違う違う違う。ここだって。そう、狙って狙って。おっしゃ、食われろ食われろ。早くばらけろよ。弾けて混ざれ。いや、違うって、ここだって。どこ行くの？もう。ここだって。いけ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 。壊れた。フレミはこうするのが一番早い。なんだろう、中には何が入ってんだ。何が入ってるだろう。中には掃除用のブラシが入っていた。ブラシを手に入れた。んだよ、バカみたいにつまんねえもんしか入ってねえな。じゃあ何が入ってたら面白いと思うんだろうね、ザックは。気持ち悪い。なんだこれ、ムカムカしやがる。ストレスってやつか。毒ガスだよ、多分それ。バカみたいにダリし。もう俺わけわかんねえし、戻るか。戻りましょうか。バトンタッチだね。話しかける、交代ですね。おい。何？これ以上何すりゃいいか全然わかんねえ。そう、じゃあ交代しよう。おー、頼むわ。交代します。取ったもんはてめえに渡す。俺は使い道がわかんねえし、調べて何とかしろよ。皮下規模、重り、ブラシ、足。整ったかな、レイちゃん。ブラシとかマジ使い道ねえよな。ブラシよりも。んだよ、文句あんのか仕方ねえだろ。くだらねえもんしか、
ぐだらねえもんしかねえんだからや。うん、頑張る。頑張れ、レイちゃん。まずブラシで。うわ、また止まったよ。なんで録画止まんのかな。ん？なんだ？ガス系は完了しちゃったわね。モザイクだらけじゃないか。ゲームオーバー？時間が？足りなかったか。ゲームオーバーか。まいったなー。